皆さんこんにちは、武田塾の高田です。カナです。今回のテーマは大学紹介シリーズ、公立大学を大紹介、最強はどこというテーマでやっていきたいと思います。大学紹介ですね、おなじみのシリーズですが、東京一高について紹介したりとか、旧帝とかについて紹介したりとか、特記について紹介したりとか、いろいろ大学紹介やってきましたけども、そういえばやってなかったなと思ったのが、知られざる公立大学の魅力について紹介していきたいなと思ってます。どうですか、川野先生目線でパッと思いつく公立大学、どっかありますか？やっぱまあ東京都立大、あ、いいですね、都立大とかか、まあそんな感じで有名どころで言うと都立大になってくるんで、まあどんどんじゃあ紹介をしていきましょうか。東京都立大、八王子の方の南大沢キャンパスという場所にありますと、南大沢駅がバーン出たら、まずアウトレットがバーン広がってて、アウトレットのなんかこうおしゃれな街を抜けていったら都立大の正門があるというようなキャンパスになってますと、都立大って言ってるんですけど、八王子にあるのはどうなんだみたいなね、ちょっと僕個人としては思うんですけど、でもまあ学生としては過ごしやすくて、なんかほのぼのとしたなんかいい大学だなっていう印象はありますね。で、僕ら塾講師なんで入試目線で話すと、都立大の法学部が入試的には非常に面白い仕組みを取ってますと、こういうのがね、公立大の魅力なんですよ。国立大って結構入試の方式が違うんですよ。違うんだけど、基本共通テスト全教科必要だったりするじゃないですか。都立大の法学部、なんと3教科でいきます。法学部こちらババン、共通テストが3教科3科目で600点満点で、二次試験が国語、英語、調査書と地理が数学科選んでもらって460点満点というわけで、まあ、数学を避けれるっていうのがでかいですね。マーチ志望とかの併願にも都立大の法学部使えたりするんで、この辺の自由度が公立大ならではかなというふうに思いますと、他にもね、経済経営学部、理学部、都市環境学部、システムデザイン学部、建国史学部などがあって、確か建築系も有名で、都立大の中になんかオブジェみたいなのがあるんですよ。建築とかにもすごく力入れてるなっていうイメージがあります。あとは都民が安いですね。都民がただか、ただこれやばくないですか。ただで大学に行けちゃうんですか。ただで行けちゃうんですよ。しかも所得制限なし、例えばどんだけお金持ちの、もう港区の豪邸に住んでる子でもただっていうね、都民のことだったら授業料自体は無料ってなってるんで、すごく通いやすいいい大学だなというふうに思います。これはね、今までは所得制限で、年収いくらまでの家庭だったら、じゃあ授業料免除しますよとかだったのが、もう今完全にもう無料ですってやっちゃってるから、これはね、結構今まで東京都立大に興味がなかった子たちとか、そのご家庭も結構目を向けるようになってて、もしかしたらこれをきっかけに偏差値徐々に上がっていくんじゃないかなって予想もね、荒れたりしますね。上がるでしょうね。日本ってね、やっぱ大学の学費高いのは問題だと思うんですよ。都立大に追従してほしいなと思いますけどね。そんなわけで都立大と、続いて大阪公立大学紹介しましょうか。大阪公立大といえば、もともと大阪市立大っていうのと大阪府立大っていうのがありましたと、これ数年前ですね、こう合併しまして、名前も変わりまして大阪公立大、通称知ってます？大阪公立大、通称ね、公と書いて、ハムと読む、そう、ハム大ってなんてね、言われたりしますと、だいぶ定着してきましたね、昔と比べると。大阪府民は授業料は少し安いですと、大阪公立大を紐解いていく上で、やっぱ旧大阪一律大っていうのが結構特徴のある大学だったんで話をさせてもらうと、天王寺駅からすぐですね、杉本町って駅がありまして、近くにオムライス屋さんとかもあったりするんですけど、多寿っていうね、自分大学生の時行ったんですよ。 LINE を登録したもんで、 LINE 登録したら安くなるみたいな、今も通知来るんですよ。多寿からブロックしとけ、もう行かないんだったら。しばらく LINE 来てないんですけど、まあそんな話は置いといて、旧大阪一律大は三小大って言われてて、小学部系の名門大学、一橋と神戸大と大阪一律大、これが三小大だよ、経済系の名門って言われてたんですよ。小学部と経済学部、この2つが2大看板。工学部も結構公務員試験とか強くて、堅実な学生が多いなっていう印象がありました。関西でいうと京大があって、大阪大学があって、神戸大があって、その下は大阪公立大、ここ4つはもう上位4大学みたいな感じで、公立大なんですけど、やっぱ関西の和歌山大とか滋賀大とか奈良女子大とか、他にも国立大ありますけど、国立大押しのけて強い公立大っていうことでね、公立大の中でもかなりいいんじゃないかなというふうに思いますね。全然関係ないんですけど、この話ね、今台本ももちろん全くなく、今急にこの公立大の企画を取ろうって急になって、本当緊急でこれ回してるわけなんですけど、それでこの勢いでベラベラ喋ってる人すごいなと思って、今ちょっと聞いちゃったんですけど、大学はね、無限に喋れます、ね、どんだけ詳しいんだよって思いながら、同僚ながら聞いてて思ってたわけなんですけど、田畑先生、そもそもこの公立大って何なんですか。これ国立は要は国が運営する大学で、公立は地方自治体が運営すると、で大阪公立大の場合は大阪府と大阪市が合同で運営するっていうので大阪公立大となってますと。そうですね、知らんかい。旧大阪府立大の方、堺市中百舌という場所にキャンパスがありますと、っていうのはやっぱ宇宙系、理系が強いですね、大阪府立大の方は。で、航空宇宙のこととか
宇宙開発の分野とかで結構強いので人気ですと、はい、中期入試とかもねやってるんでそこ結構ね仮面浪人が多いみたいな、うん、日本一仮面浪人が多い大学なんてね言われたりもする、うんうん、面白い情報とかもありますけども、はい、特に自分は理系っていうイメージがありますね、はい、そんなわけで大阪公立大でした。合併してね学生数もすごい増えたんで、うん、公立大って結構小規模な大学が多いってイメージ持つと思うんですけど、うんうん、学生数とか大学の規模自体は合併してめちゃくちゃでかい大学になったと思ってもらえれば、はい、公立大って感じじゃないです、はい、すごい大学です。なるほど。合併の時とかも、はい、いや合併したらどうなるんだみたいないろんなこう意見飛び交ってましたけど、はい、これ合併して高田先生はこれどう見てるんですか。結構ね時間が経ったんでもうかなり定着してきたなっていう印象はあります、うん、ただもともとねバラバラだったんですよ入試の仕組みとかシステムとか、はい、大阪一律大は一律大でやってたし大阪府立大は府立大でやってて、うん、大阪府立大がね学部の分け方がちょっと変というか筑波っぽいんですよね、うんはい、要は住み分けが難しいんですよ旧大阪一律大と旧大阪府立大では。なんですけどまあ合併してちょっと落ち着きつつあるかなっていう印象です。なるほど。もともとはね神戸大抜かすとかなんかそういういろんな説ありましたけどさすがにそれはないかなっていう、うん、あの感じではありますね。あとまあ最近話題で言うと大阪府の吉村知事が9月入学に変更するみたいなのでちょっとざわってなりましたね、はい、海外に標準合わせて9月入学にして国際力をつけていこうみたいな、うんうん、受験やからすると、うん、いやちょそれだと学生集まらないんじゃないかなって思っちゃいますね。もちろん海外目指して国際力つけていくのは大事なんですけど、はい、いやこれね早稲田の商学部が、はい、社学がその取り組み一時期取り入れたみたいな話もありますよね。やっぱりどうしてもそこに入学した学生たちが入学の時期も遅れちゃうから、うん、他の新入生との交流もちょっとなんかずれちゃうとか、まあね、卒業のタイミングの問題とかもあって就活がどうかとかっていうなんかいろいろ結構課題があったみたいな話は聞いたことがありますね。もちろん日本がどんどん国際競争力つけていこうと思ったら必要な話ではあるんですけど、うん、今の日本の社会がね就活っていうとか入社っていうのがあると決まってるからなかなか難しい日本の暦との問題、はい、難しいですね。吉村知事それは無理なんじゃないかなって自分は個人的には思ってたりします。でも大事な問いかけ、はいね、まあ、もちろんねいろんなね、はい、課題はねもう把握された上でのご提案だとは思うんですけど、はい、まあ、どうなるかちょっとね見ていきたいですね。続いて3つ目の公立大は横浜市立大学です、はい、横市ですよ、うん、金沢八景っていうね、はい、横浜市の中でもだいぶ南の方というか海側にキャンパスがありまして、うん、国際色豊かな大学ですよ、はい、最初はもうペリーがブワーって来て、うん、横浜を開港せよみたいな、うん、横浜っていうとこう世界に門を開けたなんかこう、うん、国際色豊かな街じゃないですか、はい、国際色豊かな学部がありますよということで、はい、横浜市立大学ね学部が国際教養学部と国際商学部理学部データサイエンス学部医学部の5大学からなる大学ですと、はい、国際教養学部と国際商学部から分かる通り、まあ、本当にグローバルに力を入れた大学で、うん、英語とかもね結構厳しめなんですよ大学入ってからも、はい、トイックの基準のスコアを満たしてないと単位がもらえなかったりとか、うん、逆にもうトイックさえちゃんと取ってたら英語の授業免除だったりとか、はい、本当にねとにかく英語を鍛えていこうっていうような仕組みがありますと、うん、データサイエンス学部とかもねプログラミング学べたりとか今の時代に合ってるなっていうような学部で公立大ってやっぱ自由度高いんでね、うん、こう独自の取り組みできるっていうのがめちゃくちゃ魅力的だなというふうに思います、はい、横浜市立大学も名前はね、うん、聞く機会がちょこちょこある大学ですよね、はいはい、そうですねもっと知ってほしいですね、うん、入賞式もちょっと面白いんで後で話すんですけど、はい、上京したいって思ってる大学生とかでやっぱ選択肢ってまあ東大一橋東工大、うん、今の東京科学大、うん、きついな横国筑波千葉大ここもむずいぞ、うん、うわどうしようってなった時に都立大と横浜市立あと埼玉大埼玉大ね国立ですけどこの辺は結構選択肢に入れてほしいなと、うん、東京行く親にもね迷惑かけたくない国公立安く済ませたいで比較的行きやすい横浜市立結構いいんじゃないかなと思いますね、うん、あと入賞式面白くて国際教養学部が一応3教科で入れる仕組みがありますと共通テストが3教科3科目で700点満点英語必須で国語地理公民数学から選択ですよ情報からも選択ですよと二次試験は英語と小論文500点満点3科で入れるので、はい、まあマーチとかとの併願にも、うん、まあ協定の対策いりますけど使えますと、はい、ここがおすすめですね。もちろん協定のパーセンテージ上がるんでね一応都立大と違って横市の国際教養は6から7教科8科目型でもね受けれますんで国公立盤石狙う人はパーセンテージ低いんで科目数多い方がおすすめですよ、うん、英語式の方がおすすめですよと、はい、あとね横浜市民だと入学金少し安かったりとか、はい、横浜市中心に指定校推薦指定校って私立のイメージじゃないですか、はい、一応その横市にも指定校推薦みたいなのがあるらしくて、はい、横浜市の人にその推薦の枠、うん、まあ、神奈川県周辺かな、うん、配ってるみたいで評定しっかり稼いでおくと入れたりするんで、はい、今横浜市に住んでる人とか横浜市周辺のね市に住んでる人で横市考えてる人はそういう対策も頑張っておくといいかなというふうに思います。じゃあ自分の学校でその推薦枠あるかどうかちょっと確認して、うんうん、調べればいいです、ね、なんなら狙ってみるのもいいかもしれないですね、はい、以上がまあ最強候補の3大学かなというふうに思います、ね、うんうん、あとパパパッと紹介しておきますね、はい、名古屋市立大学名刺大というふうに略したりしますと、うんうん、強いのは医学部薬学部など、はい、医療系強いです。理系っていう大学のイメージですね。もちろん経済学部とかもあるんですけど、はい、薬学部があるっていうところまず国公立だと珍しいので、はい、名古屋の人とかは目指してみてもいいんじゃないかなというふうに思います、はい、続いて兵庫県
県立大、自分の地元ですね、はい、学費が伊藤知事が兵庫県立大無料にしたみたいな、そういう制度も進んでますと、うん、キャンパスがねいろんなところにあって、はい、経済学部が神戸市、うん、看護が明石市、工学部が姫路の山奥、うんうん、結構散ってますね散ってます、うんうん、自分の友達がね兵庫県立大の工学部行ってたんですけど、はい、姫路からバスで 3,40 分ガーッ行ってみて、うんうんうん、めっちゃ大変そうでしたそういうプチ情報もありつつ、はい、大体ね兵庫の人って神戸大まず目指すんですよ、うん、神戸大きついなってなったら岡山大か兵庫県立大で迷うみたいなね、うん、そういうのがあるあるだったりするんで、はい、まあ、そういうレベル感だと思ってもらえたらいいかなと思います、はい、続いて京都府立大です、うん、京都府立大は文学部とあと公共政策、この2つが強くて、京都っていう町もちろん歴史ある町じゃないですか、うん、京都府が作った大学なんで、はい、その歴史とかめちゃめちゃ学べますと、うん、すごい魅力的ですよね、はい、歴史好きからしたら、うん、あと公共政策もすごく力入れてて、はい、例えば行政、地方自治体がどういう行政をしていけばいいのかとか、うん、そういうのを学べるんで、最終的に公務員になりたい、地域を盛り上げたいっていう人とか、うん、政治について学びたいっていう人とかは公共政策をすごくお勧めしてますね、はい、かなりこれ独特なプログラムを持ってる大学なんで、うん、おすすめです、はい、結論から言うといい大学です。あとちょっとパッと思いついたのは高崎経済大学、ここもねそういう行政系が強い大学です、はい、群馬県の高崎市にある公立大学で、高崎経済のね学部は経済学部と地域政策学部っていうのがあるんですけど、京都府立大の公共政策と似てて、地域政策学部はかなり行政に携わりたい、公務員になりたいとか町おこしをしたい、地域に貢献したい、そういう人たちのための学部なので、そこはめちゃめちゃいいですよと。3教科で入れる入試の仕組みあります。なんでねそういうのも利用してもらえたらいいかなと思いますね。地域政策学部の3教科型前期ってやつですね、載せときます。2次はね小論1個でいいので、協定のみなんとかクリアできたら入れるよというお買い得な公立大やってます。公立でねやっぱこういうお買い得な入試がね、うん、探せば多いんですよ、はい、なんでみんなの地元の大学とかも共通テストの科目が少なかったりとか、はい、あと総合型、国公立の総合型とかで協定がそこそこ取れてて、あと志望理由書とグループディスカッションやれば合格とか、はい、協定そもそもいらないみたいな、あとは地域の人にすごい優遇されてるとか、そういういろんな諸制度が今あるので、はい、地元の大学まず一回調べてほしいですね。あとね、まあ、北九州市立大とか、うんうん、名寄市立大、北海道のめちゃめちゃ北の方の看護系、うんうん、医療系強い大学とか、はい、静岡県立大とか、はい、いろいろあるんですが結論最強発表します。最強の公立大学は、はい、秋田の国際教養大学です。おお、まさかの、はい、新しい、なんだ、はい、今までのじゃなくて急に新登場だよ。今新登場です、うん、東京都立大か大阪公立大、まあ大阪公立が基本的には最強だと思います、はい、正直言うと、うん、なんですけど、その大阪公立よりも入るのが難しいのは、はい、秋田県の公立大学、国際教養大でしょうと、はい、ここの噂とかはどうですか、うん、いっぱい聞いてますか。いやもうこれはね、だってもう英語力の強さ、うん、そして就職の圧倒的強さ、これはめちゃくちゃ聞いたことありますね、うん、そうですね、だからいわゆるもう海外の大学っすね、はい、学生とかももうほぼ寝れないらしいですね。もう課題とかレポートがすごくて、基本的には寮なのかな、はい、寮に行ってもう秋田の山奥らしいんですよ、うんうん、でも大学以外はほとんど何もないらしいです、はいはい、柳先生行ったことあるみたいなんで、うん、プライベートで、はい、プライベートでプライベートで本当に何もなかったと、はい、でも学生が寮住んでて、課題レポートめちゃめちゃ出て、はい、でほとんど英語だと、はい、でそれをブワーってもうレッドブルモンスター飲みながらうわーやすごいな、だってもうスパルタスパルタスパルタで入ってから圧倒的に力がつくらしいです、はい、歴史も浅い大学なんで、うん、最初の方は結構狙い目だったんですけど、はい、そこから圧倒的にみんな成長していくっていうことで、偏差値もうなぎ登り、すごいですよね、はい、今ねパスナビとかで偏差値調べるとやばいっすよ、はい、国際教養大、国際教養学部偏差値 67.5 とか70とか出ますね、うん、すごいですよ、協定特例率も 81% とか 86% とかっていう風に出ます、うんうんうん、それぐらい難易度上がってます。そしてちょっと塾講師泣かせなのは、はい、入試の対策が難しい、うん、一応ね協定と2次の比率載せときますが、国際教養大の一旦 A 日程で載せときますね、はい、6教科6科目550点満点で、2次が2教科で国語と英語ですと。でそこだけ見ると A 普通じゃんっていう話なんですけど、この英語が癖がある。一応 B 日程も載せておきますね。 B 日程は3教科で済みますと。国際教養大も3教科できるんですよ、うんうん、だからそういう意味ではお得ですね、うん、3教科3科目、協定は英語が必須でそれ以外は選択制、2次が国語と英語が100点ずつで200点満点、はい、なんですが、うん、このね英語がね自由英作文なんですよ、はい、英語のエッセイ書きなさいみたいなね、うんうん、問題でマジで対策難しい、はい、英語のなんか論文みたいな読んで、うん、でエッセイ書くっていう形で、はい、相当英語力が求められると、うん、だからここは英語で稼ぐっていうよりは協定でできるだけ取っといて協定逃げ切り、ちょっと対策がむずいっす、はい、なかなか。もちろんねある程度レベルを上げれますよ、英語を読む力、そもそも文章を読む力つけるとか、はい、自由英作文の書き方とか学べるけど、はい、なかなかねこういう国際教養大みたいな他と似てる大学が少ないんで結構むずいっすと。最強は国際教養大じゃないかなと思
思いました。確かにここでね、本当ちゃんとその2次でも点数取りに行くってなったら、うん、本当それの対策に思いっきり時間割かなきゃいけないから、なかなか他の大学併願とか考えにくくなってきますよね、うんうんうん、そうですね、ちょっとむずいから下げるとかっていうのはなかなかしづらいです、うん、相当英語力つけて入んないとダメですよっていう大学側からのメッセージだと思うので、はい、うん、行ったらね成長して世界で活躍できる人材にはなれると思うので、はい、覚悟して対策して狭き門ですが頑張って入ってみてくださいと、うん、これが公立大っていうのは信じられないですね。すごいですよね秋田の大学ですけど、はい、面白いです。ぜひ皆さん目指してみてください。公立大の魅力皆さん伝わりましたでしょうか。公立大意外な特徴とそして最強はどこっていうテーマで話してきました。今回の動画は以上です。ありがとうございました。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話してるんですか。受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。